皆さん、こんにちは。本日もアンカロフェスのお時間がやってまいりました。私、石川アンダがお送りいたします。今年も皆さんよろしくお願いします。あ、明けましておめでとうございます。いやー、1月、今日6日ですね。6日、もう多分みんな、きっと仕事も始まっている頃だとは思いますが、私は仕事始めは、えっ、ー、とね、 一応昨日昨日いや四日かな一応四日に仕事してたかな <laughs> でもそんな仕事とは言えない仕事はちゃんとしていない <laughs> で、昨日も、あのー、いつもやってるフットサルのチームであの練習があったんだけどまあ言うて練習しただけだから仕事は始めっていう感じもそんなしないじゃんフットサルしてただけだから だからまあ今日が仕事始めということにしましょう <laughs> 今年もお願いしますはいということでよいしょではではまずこちらコロナ対策についてです、えー、演者スタッフの検温を行っております換気は50分に1回行っています番組の入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています えー、そして除菌機器トレールを導入しております鳥越あずり FM のスタジオには窓があります緊急車両のサイレン台東区の緊急放送が入りお聞き苦しい点があるかと思いますがご理解くださいはいそして 番組応援の会会員の募集をしております。鳥越アズリ FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することでスタッフルームからの見学やテレビ電話出演などあなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページやりお気をつてください。 そして番組へのご質問はこちらまでツイッターアットマークアズパン FMAZPANFM こちらにお願いしますこの放送中もガンガンコメント読みますので皆さんぜひぜひお願いしますはいということでですね始まりましたが何を話そうと思ってたんだっけなあスポンサー紹介 <laughs> スポンサー紹介忘れておりましたしかもあのスポンサー紹介の紙を持ってくるの忘れておりました <laughs> あもう完全にスポンサーのこと忘れてたな一番の忘れてはいけないものを忘れそうだった危な <laughs> い危ないはいスポンサーの皆さん今年もお願いします <laughs> はいまずはパルフェラッシュさんです えー、勝ち時にある日本初上陸のマツエックサロン、えー、どんな方にも対応できるのがこちらパルフェラッシュの魅力となっておりますまつげが細くてエクステがつけられない方どうしてもつけまつげのような濃さを好む方パルフェラッシュでぜひ試してみてくださいそしてこちらにはブラックエックスラインという医療版エムスカルプトのエステバージョンが導入されておりますエムスカルプトと同等の出力でお値段もお安く EMS のように表面の筋肉を鍛えるだけではなく電磁 パルスによって約8センチまで深くエネルギーが到達するので、キレイ痩せや筋肉量アップが実現できるという優れものでございます。えこちら私も実際に体験しておりますが、とっても効果が出ていて楽しいので、皆さんぜひぜひやってみてください。男性女性どちらも対応可能となっております。またこちら Instagram もございますえ。いろんなね、あのマツエクだったりえ、このブラック X ラインの経過だったり載っていますので、皆さんフォローしてぜひぜひ見てみてください。い そして続きまして、えー、バッカスさんですはいこちらバッカスさんのアメブロが表示されております上の岡地町にある あごめんなさい上の岡地町の駅から徒歩5分お酒の種類が豊富で静かにしっぽりと飲みたい方には最適の大人なバーとなっておりますこちらガールズバーなんですがカラオケがないということであまりうるさいの苦手だなという方はですねぜひぜひバッカスさんに行ってみてくださいそして次がビビさんですこちらもビビさんのアメンブロが表示されています岡地町の駅から徒歩5分去年 去年じゃないのか、もう年が変わったのでおととし、じゃあもう二周年なんだね、すごい、おととしの二月にオープンした。 <laughs> オープンしたばかりっていつも言ってたんだけどもう2年経ってたらばかりじゃないよね <laughs> おととしの2月にオープンしたお店です店内はとってもシックな雰囲気なんですがカラオケダーツジャンタクがあるアミューズメントバーとなっておりますえこの間ですねあのちょうど前回も話してたんですけどクリスマスのオフ会もこのビビさんでやらせてもらいましたとっても楽しい会になりましたねバッカスビビさんどちらのお店もこのアンコロフェスを見たよというと サービスがあるとということなので皆さんぜひぜひひててそしてブログもねたくさんね楽しい内容が更新されてるので見てみてください。はいということで無事スポンサー紹介が終わりました <laughs> あぶねー忘れてた前も一回忘れててねあの番組の中盤ぐらいまでスタッフさんが待ってくれてからやってないよって教えてくれてね <laughs> はってなった。<laughs> 今日も忘れるところでした。危ない危ないということで、まずは写真紹介からいきたいと思います。まず1枚目こちらです。はい、こちらあのすごい。もう見たらわかる通り、あの雪がガンガン降ってるんですけど、実はあの桑田佳祐さんのライブですね。ちょうど単独のツアーのライブがありまして、それになんと。 抽選をかけたたたら北海道が当たったという <laughs> そうでもやっぱなかなかチケットも取れないから北海道でも当たっただけで結構すごいと思ってでまあ、せっかくだしね冬だしまあ、北海道もいいじゃないかということで旅行がてらねライブを見に行ってきたんですけどねめっちゃくちゃ良かったもうねすごい感動しましたなんかなんだろうなやっぱ結構。 まあ、バンドはそうでもないことも多いけど、まあ、実際にこうあの CD っていうかその音,音でね聞いてる声とやっぱ生で聞く声ってちょっと違ったりするし、まあ、やっぱりさあの一番いい状態がこう世に出てるからさライブだとちょっと。 あの間違えたりとか外したりとかする人もいるじゃんやっぱその時の調子とかにもよってもう全然そのままだったマジで変わんなくて「歌うまみたいな <laughs> 当たり前なんだけど <laughs> 当たり前なんだけどなんかでも,もやっぱカ藤さんの声とかあの歌,歌の感じとかってちょっと癖があったりとかするしなんかあの普段なんかもう小さい頃から当たり前のように聞いてるから 桑田さんの歌を聴いててうまいなとかいう感想ってほとんどなんか今まで出たことなかったいい歌だなとか歌詞がいいななんかしみるなとかそういう感じだったけど初めてなんか生で聴いてたらえうん、まっと思って <laughs> 当たり前のことにね気づいた <laughs> すごかったなしんかねちょっとで、ね、曲名何だったっけなあのね ほとんどあの今回あの「いつもどこかで」っていうアルバムの曲のツアーだったから、まあ、そのアルバムの中からこう歌ってたんだけどその中でね私がいいな、えー、とこれかな「炎の聖火隊」かな「炎の聖火隊」っていう曲が、まあ、なんかこの結構序盤の方に歌うんだけど2曲目か3曲目に歌ったのかな,なんか、まあ、ライブ来てくれてありがとうねみたいな感じの歌なんだよね。 もうそれを聴いてたらもうボロボロ涙が出てきてなんかすっごいほんとしみ,みるって感じで心になんかそのまま来るみたいな感じがしてね全然まあ全然曲的な超ハッピーな感じの歌なんだけどもうすごいなんか感動してねもう23曲目からもう号泣するっていう <laughs> すごかったまた絶対行きたいと思ってそうでも本当にこの写真の通りすごい雪もねすごくて。 この日だから終わってその後ご飯を食べに行ってたんだけどもうその時はほんと吹雪だった <laughs> まだこの時は降り始めぐらいだったからでなんか普通に写真撮ってわー雪だーみたいな感じなんだけど <laughs> もうほんとこの後に撮った写真は頭に、ね、雪が完全に積もってしまうぐらいすごくてびっくりしましたなんかでも北海道って感じだったしそれこそ、あのー、白い 白い恋人たちとかも歌ってもうなんかぴったりだよね雪でね北海道でと思ってね最高でしたはいそしてでは2枚目いきますはいこれは我が家のクリスマスの状態なんですけどこれねなんかいつも毎年クリスマスになったらこう家を飾り付けとかするのねで今回はこのクリスマスのなんかバルーンセットみたいなのをネットで買ってて それを飾ってたんだけどなんかあのねめっちゃこれにはちゃんと理由があってなんかあのー、この「クリスマス」って一番上に乗っけてるんだけどそもそもでもこれなんか糸みたいなのに通して吊るせるようになったんだけどそれに気づかなくて。 で、まあ、普通になんかこう貼り付けていったのね <laughs> 部屋の壁に。でそしたらなんか最初メリークリスマスだと思ってたんだけどなんか全部バーって膨らまして床に散らばってる状態でこう貼り付けようとしててそしたらなんかどうしても M が見つかんなくてあれ M ないなと思ったからあ もしかしてこれメリーとかなくてクリスマスだけなのかなって思ったのだったからまあ一個じゃあ C だなと思って C からこう貼ってくじゃんクリスマスってでよし貼ったと思ったら床にメリーが残っててあ <laughs> っメリーいると思って忘れ,忘れてるとか見つかんなかったけどあったんだよねちょっとかやべもうどうしてもうメリーの場所なんてないからさ そしたらこのテープも見つかってあメリーとこれ通せるんだってなってだからメリーだけはちゃんと通して後ろにこうくくりつけたからなんかいい感じにこうね円にこうやってなってるんだけど <laughs> そうでもクリスマスの時には分からなかったからこんな状態で貼り付けたししかもなんかそのテープみたいなの貼り付けてるからもう,もうクリーンまでやってる時とかにもうすでに C が落ちて <laughs>。 頑張って「ST」ってつけたら今度「R」が落ちてみたいなもう何回も何回も落ちてねなかなかテープじゃうまく貼り付けれなくてなんか結構、あのー、ガム手とかで <laughs> 無理やり <laughs> ぐちゃぐちゃに貼り付けてたからなんかもうこんな「クリスマス」がもうなんかぐちゃぐちゃになっちゃったんだけどそうまあでもいい感じにね飾り付けてきたからここで、あのー、いろんなクリスマス系の。 映画とかを見て楽しくクリスマスパーティーをね逃げてしました。もうなんかクリスマス用のケーキをま買うじゃない？それをなんかまあ今回いつもと買ってるところと違う初めてなんか友達に教えてもらったなんか学大にあるケーキ屋さんで注文してて。 そこもすごい人気なところで、ああそれですね、ありがとうございます、マッターホーンさんっていうところだね、なんかすごい人気でね、もう12月のそこ初めの方にクリスマスケーキの予約があって、それはもう予約、その時にネットでしてたんだけど、もう1月以降の予約とかもいっぱい、すでにもういっぱいですみたいな感じのケーキ屋さんだったから、すごい人気だったし、楽しみにして。あの のこれを食べようと思ってで前日にねこのブログ書いてる時前日に取りに行って、まあ、冷蔵庫に入れといて、まあ、次の日の夜ディナー食べてから食べようっていう感じだったんだけどなんか、まあ、ちょっと12月でバタバタしてて家であんまりご飯を食べれてなかったの後半でもなんかいろんな食材とかまあ買ってあるじゃないでも完全に忘れてたんだけどあるものが一つ何か。 腐っていていなんか冷蔵庫開けるたびに旦那と2人で「なんか臭くない何これ?」とか言って言って,て「て臭いよね」って言ってでなんかそう野菜室とかまあ大体野菜とかすぐ腐るからさ野菜室とか見て別にそんな腐ってはないけどまあ、ちょっとやばそうなものとか捨ててさでなんか汚れてそうなとことか掃除してさ何だろうねって言ってでなんかいつもなんか。 あのゴミ箱とかにと入れるなんか消臭してくれる紙みたいなのあるんだけど匂いい取る紙みたいなそれとかもなんか冷蔵庫に何個か入れてさ「<laughs> もうこれ大丈夫かなちょっと例えば治るかな」とか言って,言ってで次の日の朝起きてだから24日の朝だよねクリスマスイブの日起きてまた朝冷蔵庫開けたらまだ臭いの。 マガ臭い何これって言ってしかもなんか昨日より匂いが強烈になってんのねなんか絶対なんかまだいるじゃんと思ってで頑張って探してそしたら、まあ、見た目は全然普通なんだけど明らかに匂いを放っているものがいましてそしたらそれがね鶏肉だったの確かに言われてみたら4日ぐらいいると思っていつも割とお肉買って でもう冷凍して次使う時解凍するみたいなしてたんだけど冷冷凍するの忘れてて4日ぐらいい蔵庫にいたんだよねでもさ普通に考えたら冬だし冷蔵庫入れてるし鶏肉が4日ぐらいで腐るとは思えないんだけどでも明らかに鶏肉が臭くてうわこいつかと思ってとりあえずまあもう捨てるじゃんもう無理,だ無理だと思って捨てて。 でもう回消臭とかしてきれいにしてで、まあ、その日一日過ごして、まあ、そこそこクリスマスはなんか夜ご飯ディナー食べに行ってたから行ってで帰ってきてじゃあいざこの買ってきたケーキを食べようって思うじゃん。で冷蔵庫開けたらあもう匂いなくなってんのあだからよかったやっぱ鶏肉だったかと思ってよかった匂いなくなったねって言ってじゃあケーキ食べようって言ってケーキを食べようとしたらケーキに <laughs> 匂いが移ってて。 ザケーキがねやっぱ生クリームとスポンジじゃないですかあ見事にあのー、恐怖の匂いをね吸ってしまわれていてましてってなってもう2人ともすっごいこのケーキ楽しみにしてたからマジでってなってうわーってなってでもなんか食べなないいいという選択肢ないじゃん <laughs> 絶対食べたいって思ってねだから。 最初ちょっとこう一口食べて「やばいやばいんじゃない?」って言いながらこう中の方にこうねあ,あそうあの切らずに <laughs> フォークでこうやってつついて食べてたから中の方にこう進めていったら中の方までは浸透してなかったの周りの方だけだったから「あこれいけるぞ」って言って「中いける!」ってだから。 周り本当にあのこの可愛く大切にケーキを作ってくれたケーキ屋さんには申し訳ないんですけどもちょっと外壁を剥がさせてもらって中の方をこうやって掘り進んで食べてたら美味しかったの匂いない美味しいっつってでまあもちろんあのワンホール一気に食べれないから真ん中ぐらいも食べてで。 これもしかしたらなんだけどこんだけ匂いを吸うってことは匂いを吐き出す可能性もあるんじゃないかなと思ってだからその日はあの冷蔵庫に入れずにねもう一回ケーキ箱に戻して外 <laughs> ベランダに置いたのもう今だからねもちろん寒いし絶対大丈夫じゃんだから夜から朝にかけて。 ベランダ外に放置してで、まあ、朝になったらもう火が出ちゃう溶けちゃうと思うから朝になったらもう一回引き上げて冷蔵庫に戻してでその日食べるじゃん見事に匂いがなくなってたんですよすごくないあちゃんと吐き出してくれたと思ってなんかすごいケーキのね新たな可能性を匂 <laughs> いも吸うけどちゃんと出せるんだと思って。 すごいよね洋服とかと一緒になんかさコートとかさちょなかなかクリーニング出さないと匂いとかできないやつとかさ外干しとくとさあのなんだっけファブとかしてファブリーズしてさ干しとくとさ全然匂いなくなるじゃんあれみたいな感じでねっ <laughs>、ね、おかしいんだけどそうだから本当あの無事外壁は少し剥がしてしまったけど無事ちゃんとケーキを食べることができまして。 うそうしました本当にあの私のねあの至らないところでケーキをダメにしてしまいそうだったけどねよかったですんと,とってもあのおいしいケーキでした <laughs> はい続いて3枚目に行きたいと思いますはいこちら先ほども言ってましたねあのスポンサーをしてくれている Vivi さんであのオフ会をやらせてもらいましてでこれあの 以前ここにもねあの来てくれたゲストで来てくれたことのある三島奈々ちゃんとね2人での合同のクリスマスイベントの時の写真なんですけどもねとっても楽しかったですねちょっとまあ私たちの,あの準備不足とかもありあまりお客さんは呼べなかったんですけどまあ割と少人数でアットホームな感じでバイバイしながら。 ここあのカラオケもあるダーツもあるジャンタクもあるだったからカラオケもしたしダーツも軽くしてあとはちょっとクリスマスっぽいチキンとか,なんかチキンライスとか, <laughs> なんかいや本当はあのピラフにしたかったんだけど <laughs> チキンライスしかなくて <laughs> チキンライスかとか言ってチキンライスとチキンってやばいよね結構とかをまあ用意してねみんなでいろいろおしゃべりをしながら、ね、楽しいクリスマスパーティーになりましてね。 そうすごい楽しかったで後ほどあのねさ紹介の時にも紹介したいんだけどまあ来れなかったファンの方が、あのー、大量の金貨サバセットをね送ってくれて <laughs> ピンポーンみたいな感じで <laughs> と冷凍瓶でこう届いたその金貨サバセットもねすごい,いただけたりとかしてすっごく楽しい回でしたまたちょっとね、まあ、今回はクリスマスだったからまあ やったけどまあ次はまあそういうのとかなくなんだろうなでも次何がいいかなまあさすがに新年早々はやらないけどうーんやるとしたらあいつはまあでもバレンタインとかその周辺でやれたらいいなとは思うけどなまあだしまたちょっと次からはシステムも変えつつまあまたちょっと次からはシステムも変えつつ、まあ、バレンタイン周辺で 何かイベントができたらいいなと思っておりますのでまたまた楽しみにしていてくださいはいツイッターにコメントがあるようなので一度読ませてもらいますありがとうございますコウ、えー、くんいつもありがとうございますハロー可愛い,いねありがとう、えー、サブさんこの時間は無理だよ <laughs> まあ、毎回恒例のサブさんのこのコメントをいただきましたありがとうございます <laughs> そうだからあのちょっと一回あの、ねあのー、スタッフさんに聞いてみてちょっと2月ちょっともしかしたら時間を変えようかなと思ってるのでいい時間があれば移動するかもしれないのでそしたらまた <laughs> 見れるかと思うのでね皆さん楽しみにしていてください。<laughs> お昼間はねなかなか見れないっていう、ね、言われることが多いからちょっと夕方から夜にかけての時間でいいところがあればもしかしたら移動するかもしれません。 はいそして続いて4枚目に行きたいと思いますはい4枚目です、えー、こちら私たちが大好きなサッカーですねちょうどね高校サッカーがやっておりましたのでねまあちょっと駒沢駒沢が割と私たちの家からはアクセス楽チンなので今回は駒沢だけに絞って見に行ったんだよねだから年末と お正月これ2日なんだけどと、まあ、2回見に行ってこれはお正月の時のねやつなんだけどたくんの後輩の黒田わかめくんという芸人の子と一緒に3人で行きましてねいやーよかったねーちょうどねその年末に見た試合があの国学院久我山のやつだったからもうこのままじゃあ久我山応援しようと思ってその日久我山が勝って。 で2日の日も久我山の試合だったから行ったんだけどまあ2日の日は残念ながらちょっと久我山はね惜しくも PK で負けてしまってちょっと残念だったんだけどねやっぱすごくいいよねサッカーもうサッカーロスじゃん今この J リーグがやっていないこの期間もうサッカーが見たくて見たくてたまらないんだよね、まあ、だからその間に、まあ、ワールドカップとかもあったからすごい楽しませてもらってね。 そのワールドカップの話全然してなかったね <laughs> あでもすごいあのもういろんなところでしてるからもういいかなと思うんだけど <laughs> まあもちろんワールドカップも全部見ててすごい楽しかったしでまあいざワールドカップが終わって今度はまた何もない寂しい時期が続いていたのでねここさか来たと思って見に行ったけど本当でもよかったやっぱ高校生の姿いいよね楽しい。 え、結局今どこが残ってるんだっけね高校サッカー見てみよう高校サッカーあれだよね青森負けてたんだよね結果次が準決かうーんと神村学園と 岡山学芸館、岡山学芸館って勝ち進んでんだ、すごーい。その2日の日に見に行った試合が、このさっき言ったら久我山と岡山学芸館の試合だったんだよね。そのまま勝ったんだ。え、しかも4-0で勝っている、すごい、佐野日大に。すごいですね、この試合は見たいな。そこと、えーと、東山ちょっとちょっと。 ちょっと東山と大津ほうなかなか渋いですねそうだ翔平も負けちゃったんだよねでそう前橋育英も負けちゃったんだあありがとうございます同じページを見ておりますね <laughs> <laughs> 同じの見てたそっかそっかどうなるんだろうねいやでも神村学園もこの間 青森山だと見てたたけど結構強かったもんねいやでもそう岡山学芸館があのけこれ結構我が家で流行ってたんだけどのち,ゃんちゃんとじゃないのかあれは、えっと、応,援応,援応援団みたいないるじゃんね高校だからがもうすごいなんか応援団かなあれはほんとんかめちゃくちゃ応援熱くてで、まあ、もちろん他の,あの久我山もすごいんだけどなんか多分。 岡山学芸館はほとんど男子で構成されてんのかなちゃんと「応援団」みたいな感じなのかな,なんか声太めで大きくて迫力あってで何かなんだっけなあのなんか何だっけなあ流れ持ってこい」っていうなんか <laughs>「応援団」のなんか一つの歌があってもうそれがめっちゃ面白くて <laughs> 面白いってなんか,なんかめっちゃいいいいというかいいフレーズじゃ流れ持ってこいってまあ すごい大事だしそれがそのねやつがもうどうしても歌いたくなる感じのやつでだから見ててもう途中からその歌にはまっちゃってねそれを言うたびにねあのテンション上がってた <laughs> それにちょっと注目しながら次純潔もね見たいと思います純潔いつだいつですかね純潔が7日 明日か。あらあらら。もうすぐだ。だそうだもうも国立なんだよね純潔からうわーいいなー行く人いいなー羨ましいなー最高だろうねちょっと明日も楽しみに見た,見たいなと思いますねはいまた、あ、こんな感じでとりあえず写真の紹介は以上なんですが、まあ、あと何してたかな新年ねでもとりあえずなんか初詣は近所のところにすぐパーって行って。 で,であの3日の日にねあの家族会で旦那さんの方のお母さんと一緒にね3人で中華料理食べに行ったりとかしてねすごい楽しかったなんかそこの中華があのホテルの中に入ってるところだから割といいところなんだけどなんかやっぱお正月年末もそうなんだけどお正月の方がやっぱちょっと贅沢したくなるよねおいしいちょっとたまにはお正月だしみたいな感じでおいしいもの食べたいなみたいな感じだよね。 ななかなかそ,そういう雰囲気にねすごくね合っててねいい感じなんだよね綺麗な感じであ,ありがとうございますすごい、まあ、ホテルの中のお店だからこう丁,寧丁寧な接客をしてくれてさ普段あんまりこういうなんかかしこまったお店とかさちょっとあの肩,肩肘張るようなところとかあんまりいかないけど苦手だから。 なあ、でもたまにはいいしまあ、中華だから、そんな中フレンチほどよりもガチガチしてなくてちょうどいいよね。そうだ。な、まあ、全部あの大皿でこうやって持ってきてから、じゃあ取り分けますね。って言って取り分けてくれたものをこう。1人ずつに。 出してくれるのねだから写真を撮るときにどうしても一つになってしまうのちっちゃい子守りみたいな感じになるからどの写真も全然よく撮れなくて春巻きやばくないこれ。一 <laughs> 人春巻きはもうあの一人1個ずつ注文できるんだからこれ3人ずつとから3個頼んでて3個小皿にこうやって。 最初はその3個でもうちょっといい感じにちゃんと大皿には持ってるんだよこう綺麗にこうなんか乗っかったりとかしてでもそれは1人ずつになるとこれになっちゃって「何この写真!」って言って <laughs> 全く映えないしなんかもう <laughs>、ね、写真の撮り方もなんか下手くそだしさこれ私じゃなくてその旦那さんが撮ってるんだけど <laughs>「もうなんじゃこれ!」って言いながらねのブログに載せてましたけどまあでもすごい本当にね美味しくてね いいところなんで多分もう去年も実は同じ,同じ3日の日にねこの中華料理食べに行ってるんだけどなんか多分これは毎年恒例になるねなんて言いながらでこの後終わってで本当はテーブルであの家族写真撮りたいなとか言って思ってたんだけどすっかり忘れてて私がでそのままもうコート着て外出ちゃってさ「あ写真撮ってない」って言ってだからお店の人にお店の前で撮ってもらったのね。 ねえそしたら「せっかくだしなんか上着とか脱ぎたいじゃん」とか言ってなんかみんな普通にバって脱いでさそのまま床に置いて「<laughs> いや私は最後まで止めたよえ床だよ床にいいの?」とか言って「言ってたねもういいよ」とか言ってそれ <laughs> とも床にさコートとかカバン置いてさその前でこうやってなんか写真撮るじゃん。 あすいませんありがとうございました」とか言って写真見たらもうさ後ろに脱ぎ捨ててたたコートたちがバッチリ写ってた <laughs> <laughs> せっかくねせっかくちょっといい雰囲気のお高い中華料理屋さんで食べてて。 それこそさお店入る時にさコートとかもさ全部預かってくれるじゃんクロークとかに。までしてくれてたコートをさそれまで普通に店の前でバーン脱ぎ捨ててさ「何 <laughs> <laughs> これ!」と思ってその写真がそのコートとか荷物とかがもう汚すぎて。あのー SNS 一応載せたんだけどその時はもうあの下をカットしてね <laughs> 上半身をップで荷発を映さないようにしたんだけどあ,ーあれ面白かったなー何この写真って思ったよね <laughs> ちょっとあのー、まあ雑なね性格が丸見えになりましたね <laughs> <laughs> はいということでファンになりましたのでサマータイム募集のコーナー <laughs> はいということで。 このコーナーでは毎回私とサバ隊長が、えー、サ,バサ,バサバの情報サバへの愛などのコメントなど情報を募集しているというコーナーなんですがこのコーナーは相変わらずかそっているので私のサバ紹介で簡単に終わらせたいと思いますあ,ありがとうございますこちら、えー、とサバ隊長がもう全然全然更新をしていないアカウントになります <laughs> そろそろあの新年始まったことですので体調にに更新すするようう言っとこうと思います多分これ最後これあもう冬休みどころか夏休み <laughs> いかに更新をしていないということが分かってしまうんですけどもねそうさっきもちょうど話していたんですけれどそのクリスマスにファンの方にね大量に金華鯖のセットをもらいました。 って,っていうのもまあそのファンの方が今ちょうど宮城県にねあのお引っ越しされたので宮城県の本場から 直送送ででねっってててくくれたのですっごく楽ししみにしててちょうどこの間もねあのー、自分でやっぱ焼くのも全然いいんだけどあ,ありがとうございますそう焼くのもいいんだけどまあ、でも絶対お店の人に焼いてもらった方が美味しいじゃん火力とかもあるしでここのお店がふ、まあ、普段からあのサバとかも出してるようなお店だったか間違いないと思ったのでここにね あのわがままを置いて焼いてもらってねお店で出してもらって食べたんだけどめちゃめちゃ美味しかったこれが多分うんと左の方があのサバ金華サバの干物かな開きか開きになっているものでそうこもから開きって結構身が薄いのが多いんだけどすっごく厚くてね分厚めでホクホクしてて美味しかったですで2枚目の方が、あのー、これは何ていう名前だったかな えーと普通の切り身みたいな感じから半身みたいな感じの状態だったんだけどこれもすっごい脂乗っててもうさすが金華サバですっていう感じで美味しかったそ金華サバっていうのは、まあ、簡単に言うとあの金華山沖宮城県の金華山沖でしかまあ取れない幻のサバって言われているやつなんだよねそこのそこの金華山沖周辺で取れた、えっと、何グラム以上だったかな体がまあ何グラム以上という規定があってそれ以上に なったものをしか金華サバという名前では呼べないっていうようなものででその中からに厳選したものを使っていますよというのがまあこういう金華サバのねお料理なんですけれどもまあ本当に美味しいでこの時にもらったやつでなんか金華サバの生ハムってやつがあって。 で私なんか名前見たことあったけど一回も食べたことなくてってか何か確かになんか,言わなんか普通に受け入れてたけど言われてみたら何だろうと思って調べたんだけどなんかでも要は塩で燻製ししてるらしいんだ,よ、ね、だから、まあ、よまあ普通によくある生ハムとかを作る工程と、まあ、同じような調理法をしている。 からあののサバの生ハムって呼んでるらしいっぱいけどまだから6つぐらいかな 6, 6種類ぐらいいただいてもうなんかその生ハムはちょっと割と楽しみにしててまだ食べていないんだけどそうあとなんかね金華サバのフィレ肉っていうのもあったんだよねもう肉って言っちゃってるからね <laughs> フィレ肉って何、ま、だきっと 金華さばの中でもよっぽどこうねあの油がいい感じのところのなんかき貴重な部位のところなのかな <laughs> わかんないんだけど <laughs> まあその辺もちょっと食べるのを楽しみにねしていますどんな味をするんでしょうかまたこのコーナーでぜひぜひ紹介したいと思いますはいということで次は。 アンコロブックのコーナーということでこのコーナーでは漫画大好きアンコロが <laughs> 毎回1、えー、冊漫画を紹介するというコーナーになっているのですが今回紹介する漫画はこちらですじじゃじゃーんマザーパラサイトですこちらはですね、えー、佐藤博久さんが書いている 漫画で今がえっ、ー、と6巻7巻ぐらいかな出ている漫画なんですが、まあ、ちょっとなかなかねタイトルから字、まあ、面からして結構もう表紙から怖いよねなんだこの話はと思うよねだしなんか「マザーパラサイト」って私表紙と名前見た感じなんか母親が。 怖い系の、なんか、ペアレンツ、モンスターペアレンツじゃないけど、みたいな感じの話かなーとか思って読み出したんだけど、もう、まあ、ぶっちゃけ登場人物全員やばいみたいな感じで、簡単にあらすじま言うと、この真ん中のね、あの、少年があの主人公の男の子なんだけど、まあ、いろいろ分けありなんだよね。最初スタートしたところから言うと、まあ、 あのお母さんとあの2人お父さんはいないんだけど2人で暮らしているところからスタートするんだけど、まあ、どうやら様子がおかしいわけねお父さんあこお父さんじゃないとこの主人公とお母さんの関係性が。 ななんだろうなーって読み進めていくとまあ実はこの本当の子供じゃなくてこう里親みたいな感じで引き取った子供なんだよだから血はつながっていないんだけどでもそのお母さんはすごくこの子のこと出来合いしているんだ,よ、ね、でだからどちらかというとこの息子の方が立場上上なんですよね。 なななかなかそのタイプっていいよだたいお母さんが上で子供が弱かったりするし特にしかも血のつながってないとかだと子供の方が気を使っていたりとかすることが多いかなと思うんだけどこの漫画は真逆で圧倒的に子供の方が力があり <laughs> もう正直なんか言っちゃうともう完全にお母さんは息子に逆らえないようなレベルで出来合いをしているというなんか不思議な家族関係。 だなという感想から入っていくようなね話なんだけどまあこれ以上はちょっとネタバレなのかあま言わないんですけどまあこのあとね友達が学校でまあ知り合う友達またその母親とかといろんなことが起こるという <laughs> まあなかなかあのね全部の単行本の表紙見てるとちょっとセクシーなところとあったりするんだけどまあ別にあのそういう。 エッチなな漫画とかでではないんですけど、まあ、ちょこちょこそういうシーンがあるだけで別にそういう感じではないけど、まあ、なかなか衝撃的なシーンとかも多いしあのねこの先最初の方は結構イライラしながら見たの何これどういうことって思いながら見てたんだけどほんとこの先これどうなってくんだろうっていうなんかワクワクが結構今は強くて。 まあ最終的にどうなるかも全く今んところ想像つかないしこれから何が起きてどういうふうになっていくんだろうっていうのがまあすごい楽しみですねまだ完結もしていないのでまだ読んでない方はぜひぜひ今からでも間に合いますので読んでみてくださいすごい面白いねやっぱこうやってすごい漫画大好きでいろんな漫画をね毎日のように読んでいるからこそ思うけど本当にマグクさんってすごいよねなんか。 本当さあ,もうありとあらゆるパターン出尽くしてるしさ多分ななどのなんかこういう業界にも言えることかもしれないんだけど本当ありとあらゆるものが出尽くしてる中でまたちょっと違うふうな内容に変えたりとかしてこう私たちを楽しませてくれるという本当に漫画が読めて幸せです。<laughs> ね、楽しいよね漫画ってだから今回はこのパターンで来たかとか思うよね <laughs> マジ想像つかないみたいなのとかさ本当えっ何,何そのね,ね緻密に考えられたストーリーはみたいなさすごいよねもう本当に楽しかった楽しかったって終わってないで楽しいね <laughs> まあ今年もね何冊読めるかわかんないけどたくさん漫画を読んでね皆さんに少しでもこう漫画のね魅力を知ってもらいたいなと思いますということで続けばあと5分ですので告知系を先にしちゃおうかなそうですね告知告知告知えっ、ー、と来週これでもゆまだ言っ 告知解禁になってるかわからないので来週土曜日日曜日両方ともですね、あのー、出演する番組がございますのでちょっと SNS の方見といてくださいまた告知解禁されたら時間などなど詳細をお知らせしますあとはそうですね来週18日も一応ありますね18日も放送の番組あって。 あとああそうですねあとあのピアドルでねあのー、年始に撮影年末年始か年末か年末にね撮影したものが10日ぐらいから新聞にちょこちょこ各紙「東スポ」「夕刊富士」えーっとえーっと「スポニチ」とかまあその辺いろいろあと。 フライデーとかもかも雑誌もフライデーとか、まあ、その辺にもちょこちょこ乗り出しますのでまた分かったらその辺も告知しますあと27日これは年始に撮ったピアドルのやつで1月27日に昭和56年だっけな58年56年の俺たちみたいな感じの <laughs> タイトルのやつこの辺も発売になりますので皆さんチェックしてくださいお願いします そうだねだからまたちょっと次回はもしかしたら曜日を私が変えているかもしれないから意図になるか分かりませんがまた次回も見てください。ということでまだあと4分ありますので喋 <laughs> ります。<laughs> いつもだったらこの感じでいい感じに45分なんだけどな <laughs> 思ったよりまだなかったね。そうだだだねじゃあせっかくだかかくらら新年だから 何にしよっかなあっいつもなんか今年の漢字みたいなの発表してたねそういえばえっそういえばえ本当に発表されたやつって何なんだっけちゃんと見てなかったなそういえば私の今年の漢字を考えようそうだね今年あれって違うか去年の振り返って言うんだっけ新年のやつを言うんじゃないんだっけ <laughs> それ年末にやるやつか <laughs> いや、去年のことを振り返って1年の締めくくりで考えればいいのかそうだな何人かな去年1年を振り返るとうんそうですねお何ですかこれ去年の字えなんて読むの <laughs> やばめっちゃむずくない達筆ってことか ババツツじゃない何だろう戦あっは,ーは,ーは,ーはーあはああなるほどあニュースで見ましたそういえばそうだよね <laughs> 戦争もあったしワールドカップとかもあったしとかそういうの全部いろいろ含めた戦ですよねそっかうわーちょっとすごいこうやって書くんですね戦って。 私にには絶対に書けなないいすごいあのなんだっけ討伐とかのあの「罰」みたいな <laughs> あの字かなとか勝手に思っちゃったええー、私はそうだな何だろうじゃあまあでも結婚もしたしあの結婚の「ケツ」にします「結ぶ」という字ですねまあもちろんまあ結婚去年まあ結構やっぱもう人生の一大事なのでね <laughs> 結婚がかなり私の中で大きかったしいろいろ まあ、結婚したことによってね新たにすごいいろんな人と知り合ってお話しする機会とかもあったしまあそれこそ家族とか、まあ、旦那さん側のねご家族とかにもあったりとかしてまあいろんな縁が結ばれたということで去年は結ぶという感じにしましょう今年は何になるのかなあれなんか今年のなんかみたいなのって発表されないっけそういうのはないんだっけ 完全に私の勘違いですかそれは <laughs> なんかでもさ私やってなかった年始の時今年の目標言ってただけか今年の目標はそうですねなんだろうな今年の目標はうん 楽しく過ごす <laughs> 出てこなかったな全然いいの出てこなかったすいませんね本当に小学生みたいな作文みたいなことを言ったけどまあでも一番楽しく過ごすのがね 毎日の目標でございますので。はい。皆さん今年もよろしくお願いします。ということで、本日もアンコロフェスありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。ということで、えー、エンディングテーマはジニー一世で MUYM です。ありがとうございました。バイバイ。 Ha. Yeah, yeah. Uh, <laughs> yeah, yeah. When <laughs> you're <Yeah, yeah>. lost in the fate, still you can change the game. Find a way for the daylight, man. Be just like you. I know I used to be the same as you. Trying to find a one who can feel, feel me. Be. But I know not nobody can completely. I just blame man as they know I was a runaway. But then I met you here to bring me right anyway. If you're down this time, so it's my turn to cheer you up. Oh baby, your touch, your love, your smile, your vibe. You make my time so happy like I never felt before. Nobody's gonna hold you down. Nobody's gonna bring you down. Nobody's gonna hold you down. I wanna give it back to you. When you're in the food, still you can't change the game. Like you, where you never been before. Where the hell have you gone? Yeah, yeah, yeah. Oh, I can't find that light in your eyes. Oh, you can light the feeling inside. Oh, I know that you're not satisfied. You're not satisfied, not satisfied yeah. yeah. There should be a lot of times you cannot sleep at night. Trying to figure out. What's the best way to keep your mind? Mind, my, mind, my, mind, my, mind, mind, mind. Off your problems, with the wall and make your windows out. Nobody's gonna hold you down. Nobody's gonna bring you down. Nobody's gonna hold you down. I wanna give it back to you, baby.